平原東流は地方競馬の元騎手である地方競馬教養センター騎手家庭第78期生兵庫県競馬組合所属の独身騎手7人で構成されたアイドル系ユニットアドノース7のメンバー。2003年9月29日付で地方競馬騎士免許を取得し、社吉文9社からデビュー。同年10月7日第13回。 ソノダ競馬1日目第4競争 C61 組3歳以上条件戦、三原エースで初起乗。同年11月26日第17回、ソノダ競馬1日目第2競争 C42 組2歳以上条件戦を三原エースで優勝し、初勝利。2006年8月30日第1回姫路競馬5日目、第5競争 D11 組3歳以上条件戦で、 メディアスローに帰乗していたが落馬、不祥し病院で診療の結果、胸髄損傷約3ヶ月の安静、過療を要する見込みと診断された。2007年3月2日、第24回、その田競馬の開催から帰乗を再開すると発表された。同年10月17日平成19年度、第2回シリーズの表彰式が行われ、関東賞を受賞した。 2008年1月3日、社吉文調教師救生に伴い、岡田リーチ旧社に所属変更。同年3月25日付で、岡田リーチ旧社から小田誠旧社へと所属変更した。2016年7月13日、地方競馬の調教師、機種合格者が発表され、調教師補佐試験に合格。2016年8月1日付で調教師補佐に転身する。 地方通算成績は5401237章。第78期騎士候補正終了式地方。競馬情報サイト平成15年度。第2回調教師。騎士免許試験新規合格者発表地方。競馬情報サイト。ニュースリリース2006年8月。園田、姫路競馬場。ニュースリリース2007年3月。園田、姫路競馬場。 ニュースリリース二千七年十0月、そ田だ、姫路競馬場兵庫の社吉文調教師が死去ダッシュ NETKEIBA.COM 標語の平原通りゆう騎手が、所属変更ダッシュ NETKEIBA.COM 地方競馬の調教師、騎手合格者が発表、安倍幸浦が、調教師に、宮下瞳が、騎手復帰 NETKEIBA.COM 二千十六年七月十四日、 閲覧、ありがとうございます。